ベーシック。ベーシックは手続き型プログラミング言語の一つ。名前は初心者向け汎用記号命令コードを意味するのバクロニムである。いくつかの点でフォートランに似ている。構文はフォートランの構文を知っていれば全く違うと感じる。はずだがフォートランの文法が元になっているとしばしば解説されている。初心者向けのプログラミング言語として 1970年代以降のコンピュータ、特にパソコンで広く使われた。標準規格であるフルベーシックの仕様はよく知られているベーシックとは異なり、構造化などがちんとしており、またマイクロソフトビジュアルベーシック、ネットの仕様はよく知られているベーシックとは全く異なりむしろフルベーシックに近い、現代における有力な言語環境の一つである。画面に次のように入力したとする。 コディセ1命令を入力すると、それ以前に入力されたプログラムが実行される。この場合の出力は次の通り。また、プログラムに編集を加えたい場合、続いて例えば次のように入力する。このように入力すると、コディセ2で始まる項が書き換えられ、20行目と30行目の間に25行目が挿入される。この場合の出力は次の通り。 1964年、米国ダートマス大学にて、数学者、ジョン・ケメニー、1926年から1992年、トトーマス・カーツ、1928年タイにより、教育用などを目的として、ダートマスベーシックが開発された。これは、同時期に共に開発された、タイムシェアリングシステム DTSS 上のラインエディタ、テレタイプ端末環境で利用されるよう、 設計されていた。ベーシックは GE との提携を経て学外にも普及した。ダートマス大学のオリジナルはコンパイラだったが、ただし完全オンメモリ動作、1パスという極めて軽く動作するものであり、言語仕様もそのような軽いコンパイルのために設計されているパソコンなどの商用版では基本機能を最小限にした上で、 インタプリタとして実装される子が多く、独自の発展を遂げた。1970年代末から1980年代初頭にかけて8ビット CPU を使った自作コンピュータでタイにーベーシックを動かし、その上でゲームを実行させるスタートレックゲーム等のがホビーストの目標となった。同時にメーカー製のターンキーシステムにベーシックインタプリタがロムの形で搭載され始め、 一気に当時のマイコンにおける標準言語の立場を獲得した。この時に搭載されたベーシックインタプリタはほとんどがマイクロソフト製で同社躍進のきっかけとなった。またマイクロソフト製ベーシックは中間コードを使用する構造になっており、また汎用機を再現した極めてエミュレータに近いランタイム形式の実行環境だったため、 当時の互換性が皆無なコンピュータ事情の中でも、スクリプト自体の移植は容易だった。その後、MS DOS 発表以前のパソコンに操作を提供するのにも使われ、しばしばロムベーシックとしてハードウェアに組み込まれた。電源投入後にエディタ込みで利用できることから、現在におけるシェル、インターフェースとしての役割も持ち、ローダなどの役割も担った。入力の効率化のため、 省略形式での入力や、1980年代後半には、漢字の利用や、ラベル、インデントへの内部的な対応、C 言語への橋渡しなど、様々な機種ごとの独自の発展を遂げた。他の言語の進化に伴いベーシックはあくまで、初心者向けの言語であり、プロにとっては論外のものということになった。しかし一方で、プログラミングの専門家以外の人がプログラミングを、するのに、 バシが重宝されることも依然多い。例えばユペーシックや重心ベーシックはいずれも数学者が開発したものである。また当時の PC の処理速度から処理の高速化が必要な部分はデータ形式でアセンブリ言語による処理を呼び出すなどの手法も取られた。各メーカーのパソコンに標準搭載されたベーシックは機種ごとに画面操作や I、 を直接操作などの独自拡張が行われた。マイクロソフト製、MS、ベーシック、ベーシカ、G ベーシック、GW ベーシックの移植版のものや、その命令体系を引き継ぎ実装したものである。F ベーシック、F ベーシック、カタカナで表現する G ベーシック。前述のマイクロソフトのものとは異なる。PET に由来する S ベーシック、セガのベーシックカートリッジ。 C を意識した X ベーシックなど各社が独自にベーシックを開発し、いわゆる方言が生まれた。この結果、たとえベーシックのメーカーが同じでも、あるパソコンで作ったベーシックプログラムは、他のパソコンではそのままでは動かすことができないことの方がずっと多かった。もっとも当時は軍有拡挙の時代でもあり、特に市販ソフトが満足に出なくなったパソコンにおいては、 ベーシックは重要な役割を果たした。初期のタイニーベーシックはともかくとしても、ベーシック実装処理系のメインメモリの制限により、言語仕様が極めて制限された実装が存在した。処理プログラムの大きさや速度の制限を改善あるいは回避するテクニックを紹介する。いくつかはソースの読みやすさを犠牲にするようなテクニックでもあった。 次のようなコンパイラがある。しかし、パソコンに内蔵、または標準添付されていたインタプリタと違い、コンパイラは別売であったり、効果であったり、実行にはランタイムライブラリーを必要であったりする場合があった。このことから、ベーシックインタプリタによる開発に習熟したユーザーは、より高速で柔軟なプログラムを求めて、機械語、アセンブリ言語や C 言語などに移行していった。 また、コンパイラと称していても、実際は、インタプリタとソースコードを同梱した実行ファイルを作るだけというものもある。中間表現と、そのインタプリタという構成のものもある。急速に広まったベーシックだが、構造化機能のないベーシックは、教育に使うな、などとコンピュータサイエンティストの一部から酷評されたりも、した。ベーシック批判の急先鋒としては、 エドガーダイクストラの1975年の発言などが知られるアップル2などのパソコンが普及する以前の発言であることに注意。局所変数がないことなど問題は多いが、しばしばごとのような見た目にわかりやすいこと柄ばかりが取り上げられがちである。ベーシックの標準化が望まれたが、マイコンの急激な発展と、各メーカーの独自拡張が魅力であったという事情により、 結局どの機種のベーシックでも変わりがないようなごく基本的な機能に絞った使用標準として制定された。ANSI X3.60 から1978アメリカンナショナルスタンダードフォーザプログラミングランゲージミニマルベーシックは日本では JISC6207 から1982電子計算機プログラム言語基本ベーシックとして規格化された。制定直後に ジスの分類の再編があり、電気電子の C から情報の X に移動して、ジス X3003 となったが、次節のフルベーシックのジス化の際に改定として同じ番号を使うという形で、旧規格として消滅した。日本では1990年代後半から、高等学校や大学入試センター試験の数学に標準化された基本ベーシックの範囲で書かれたプログラミングが、 扱われるようになったダートマスベーシックは他のベーシック、ケメニーラはストリートベーシックと呼んだとは異なって、すでに1970年代後半から構造化などが進んでおり、アン市では新しい企画の策定も進んでいたが、これをパソコン向けにアレンジしたトゥルーベーシックが1984年に開発された日本ではクレオから発売。構造化のほか 行列演算の機能など、学術的、特に数学的な方面の拡張も特徴である。そして、トゥルーベーシックとほぼ同一の構造化ベーシックである、フルーベーシックが ISO, IEC1279、インフォメーションテクノロジー、プログラミングランゲージズフルーベーシックが百九十一年に、インジッツ、ISO、HG トック1によって、JIS は j i s x 三千三 1993電子計算機プログラム言語フルベーシックザ・プログラミングランゲージフルベーシックが1993年に企画化された。マイクロソフトはフルベーシック企画の策定には参加しなかったが1985年にフルベーシックに類した構造化や特徴を追加した独自企画のクイックペーシックを発売した。これは 自社の MS DOS 用の GW BASIC の上位互換でコンパイラ並みに動作を高速にした上にコンパイルもできるようにしたものでバージョン4.5まで発売した後に1991年のビジュアルベーシックへとつながっていったクイックベーシックとの互換性を考慮したフリーなベーシックとしてやフリーバイシックがある構造化ということを意識していなかったパソコン用のロム ディスクベーシック環境で構造化プログラムを記述するために作られたプリプロセッサである。アスキーの書籍の形、アスキー書籍編集部編長、構造化ベーシックラトベスのす,すめ、ISBN 978から4から871481526で1985年に公開された。これは独自の構造化された構文で記述された。 ソースプログラムを処理し、行番号や語と文を使うロム、ディスクベーシックに変換するプログラムで、すべてベーシックで記述されていた。ラトベスという名前は構造化フォートランのラト4などに習ったものである。ラトベスは、スタンドアローンのベーシックプログラムと、ニュー UX の外部コマンドとして作成されたサブセット版がある。ニュー UX とは、年間ダーソ式 の1984年号に掲載されたディスクベーシックで記述された Unix 風のオペレーティング環境である UNI プラスを拡張したものである。海外ではボーランドが独自にアルゴル風の拡張を施したターボベーシックを発売した。近年ではマイクロソフトの独自拡張によるラジアン環境ビジュアルベーシック VV や MS オフィスなどで動作するそのサブセット、 ビジュアルベーシック4アプラケーションス、ベーバが Windows における代表的なプログラミング言語の一つとして広く利用されている。もっともビジュアルベーシックは GUI に特化したラジアン環境として大幅に拡張が施され、元のベーシック言語とはかけ離れてしまっている。ベーシックは依然として初心者向けの言語ではあるが、パソコンに添付されることはなくなった。 プログラムの入門でもベーシックを使わず最初から C 言語などで教える教育機関も多い。無料で使える Java などの洗練された後発言語の普及により開発環境としては選択肢の一つでしかなくなった。また、コンパイラで開発した場合、実行ファイルとは別に巨大なランタイムライブラリーが必要となる処理系が多い。 このため配布に必要なファイルのサイズが大きくなり、敬遠されることがある。それでもベーシックは、依然として使われているのも事実である。現在、ベーシックもオブジェクト思考化が見受けられる。その代表例が、ビジュアルベーシック、ネットや、リールブシックや、アクティバベーシックやフリーバイシック等で、4社ともすでに、完全なオブジェクト思考言語になっているとことる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。